こんばんは。メリークリスマス。良いクリスマスをお過ごしですか？そして皆さんの地域では天気はどうでしょうか？東京は曇り空で今にも降ってきそうですが、もし降ったとしても雪ではなく雨でしょう。暖かな南風が吹いています。さて、過去にホワイトクリスマスを迎えたことがない年というのはあるのか、ちょっと調べてみました。いかにも暖かそうな年、いくつか選んでみましたが、意外なことに鹿児島でさえ、1973年にホワイトクリスマス、6センチもの積雪を迎えたクリスマスがあります。その他、宮崎や高知など温暖な地域でも、雪がちらついたクリスマスは、存在していました。東京以上に雪が降らない静岡でもなんと2010年に、小雪がちらついています。そして、ホワイトクリスマスを迎えたことがないのが東京でした。東京は積雪があるままクリスマスを迎えたことがないのはもちろんですが、クリスマスやクリスマスイブに雪がちらついたこともありません。私が生きているうちに東京のホワイトクリスマスを見ることはできるのでしょうか。今後、クリスマスの天気にも注意していきたいと思います。それでは良いクリスマスを。ご視聴ありがとうございました。